はい、こんにちは、柴崎です。お元気ですか？はい、ね、よかった。さあ、始まりますよ。今回もね、柴崎が独断であなたの絵を見てお直しするというコーナーの始まりです。はい。さあ、では恒例の抽選会やってみたいと思います。さあ、あなたかな？音聞こえる？いっぱい入ってるんだけどね。よし。端の方なのかな？はい。これです。はい。82番の方ですね。では早速、ちょっとパソコンで調べてみますね。マロンちゃんダメだよ。マロンちゃんダメだよ。はい。はい。あったね、ほら。ありました。はい。この作品です。ねえ、綺麗ですね。50代の日本の方ですね。カリンを描いたということです。ねえ、とても香りのいい果物ですね。うん。素晴らしいね。はい。では、柴崎が、この絵のね、どこが良くて、どこをお直しするのか、早速やってみたいと思います。この作品ですね。花輪を描いてますね。大変、ね、こう、丁寧に、しっかりと描いてるし、この葉っぱの表現なんかも上手ですね。花輪の実の特徴もよく捕まえてます。それから、こう、表現にね、強弱をね、つけてる。うん。こう、あんまり描かないところとかね。もう、なかなかこう、絵画的な工夫があって、大変いいと思います。そうだな。まあ、緑が難しいっていうね、コメントをいただいたんですけども、非常にこう、限られた色でね、絵をまとめようとしてますから、まあ、その点非常にいいと思うんですよね。まあ、もう少しもちろん緑に変化があってももちろん悪くはないですけども。そうだな。こう、まあ、一つ一つの特徴とかでね、葉っぱ一枚一枚非常によく描いていて、まあ、その中でも、こうね、省略気味に描いたり描き込んだりという、まあ、違いもあるんですけども、もう少し、どこかに焦点をこう当てるように描けばもっといいかもわかんないですね。例えばこの実でも、例えばここの実を強調して見るとかですね。そういう工夫。ただそれに比べてこちらを相対的に、まあ、弱く描くとかですね。葉っぱなんかも、まあ、こう一枚一枚の中のこう強弱はあるんですけども、こうグループとしての、例えばこの実が大事だったら、この実の周囲の葉っぱをもうすごい強調して見せるとかですね、何かそういうこの実の強弱、まあ、リズムですね、それに合わせた葉っぱの表現のリズムなんかがもうこれほどね、力があるんですから、そこをなさったらもう大変いいと思います。はい、柴崎はうまくできるかどうかね、わからないんだけど、まあ、一応やってみたいと思います。それでは、この辺に、よいしょ。そうですね。ですから、まあ、ね、この辺りの、じゃあ、花輪の実を、僕も、花輪ってあまり書いたことないから、ね、でこの辺の花輪の実を、引き立たせる。だから これと付随してこういうとこの、ね、葉っぱを、これここにこう木があるんだね。こうなってんだ。これも
これももうちょっと書いても良さそうな感じもするけどな。この近辺に来るもんですよね。そこら辺を少し強く見せたらいいのかなと思うけど、だからそれに比べて、じゃあこれを少し下向きにして、これの花輪で、この花輪、まあこの葉っぱなんかはすごく立派に描いてるんですけども、これに比べては弱く描かれた方がいいかなと思う。あ、これ高低田が言ってるんだ、こうなんかこんなの言ってるのかな。それで、まあね、こう葉っぱ非常に上手です。はい、ここにもそうですね。まあこのね、もう一回これ見よう。このね、この画面ですよね。この画面の中で実がこうなんかちんまりとこう真ん中にあるんだよね。だからせっかくこう画面の広さが生きてないって感じがするので、一つの実は例えばここが画面の終わりだったら、こういうふうになんか書いてみるとかですね、なんかなさった方がもっと画面のこう、ね、空間の扱い方は良くなるのかなと思いますよね。みんななんか この中のこの狭い範囲の中にこう収めようっていうところが、なんか絵がちまちまっとしてるところがね、そういう問題があるんですね。うん、でもうこっちの方行くともうぼーっとぼかして、丸くはないんですけど、あんまりぼかしすぎてしまうから、やっぱり結局はこの辺だけにものがただ固まって見えるっていうふうにね、そういうところが少し絵作りとしては周りをなんとなくぼかしてしまったために、ちょっとこうせっかくね立ち落としたのに画面の広さが感じられないってのはそこなんだね、これはね。うん、まあ、大変うまいからちょっとそのアドバイスをちょっとしておきたいと思います。よいしょ。そうですね、難しいな。まあ花輪ですよね。一応ざっとこんな色を塗ってみてはいかがでしょうね。まず最初に、そしてこうなんか、まあもちろん絵にこう色に統一感があるんですけど、もっとそういう統一感とこう画面の広がりみたいなんですね、わっとこう作ってみられたらいいのかなと思います。まあね、もちろん絵にはいろいろなスタイルがあって、こうでなきゃならないってことは全然ないですけども、はい、それで、ね、やられているように、まず花輪ですよね。ここかな。ね、この花輪の実の雰囲気は非常にね上手に描いてると思います。はい。こんな感じ。それで、ね、こうかな。そうしたら、そうですね、まあもうちょっと乾いて帰ろうかな。じゃあこちらの花輪ですね。それからこう、まああんまりこう色を競わないようにですね、
明るさなんかも同じようにしないで、やっぱり差をつけるということは常に絵にリズムが生まれますので大事なことかと思いますね。それから例えばこれとこれが同じにならないためには、例えばこれをこう葉っぱでこうやってですね、これを覆い隠してみるとかですね、そういうふうにことされてもいいんじゃないでしょうかね。これが全体見える、だからこれは全体見えないとかですね、そういうふうなやっぱりこう見せ方の違いですね。まあこれの葉っぱもねすごく上手だしいいと思うんですよね。まあ、こんなふうに書いてらして、それでそうですね、こうなったので、じゃあ今度はじゃあこちらの後ろの緑を強くして、明度帯ですね、もう一度書きましょうか。こんなくらいで、そうですね、だからここは明るくですね、ここは暗くですよね、先端ですので、これ何があるのかなちょっとわからないんだけど、ここここはまあ何を書くにしても暗くですね。それで、ここに木を書いたらしいですね。ここに木を書いてらっしゃる。まあ、この時はこちらの明暗の関係よりもこちらもね強くですよね。でここに葉っぱがこうなってんだ。こうかな。ちょっと書き起こして、これの色なんかもよく色作ってると思います。これだけね書く力があるんですから、もうどしどしね書いていかれた方がいいですね。こうなのかな。それで、こっちからもこう、あ、そうか、ここに葉っぱにしているんですよね。でその中で、ま、
非常にこうね、手間をかけてじっくり書いてるようですから。で、これ、ここに、こう、葉っぱが、ですね、こうやって切って、この花輪のところに、影を落として葉っぱが重なると、例えばこんな設定もいいんじゃないかと思うんですよね。そうするとこの花輪はこれよりはまあ一部隠されてますからね。副次的なものとして見えるかと思います。これがこういう仮になのか。それでこのように隠してみる。もちろんね、こういうところの葉っぱの表現はとっても丁寧に、ね、確実にこう描かれていて、すごくいいと思います。ですね、こういうとこの葉っぱの表現もうまいし。こんな感じ。それで、そうですね、ところどころ暗くして。こんなにちゃんと見えてるかな。こういうとこも日陰を入れてですね。グリーンにしてるのか。まあ、ここのとこ暗くです。暗くしてるんですね。こうしてるのか。で、こっちからこう出て、この葉っぱはもうちょっと描いてもいいような気がしますね。先ほど言ったようにこう画面のこう狭い中でこう全部希釈させないでですね、もう少しこう絵が外まで広がっていくように。もちろん弱く描いたのはいいんですよね。弱く描いたらいいんだけども、もう全然ほとんどこう何か描かないでいってしまうと、もう本当に絵が狭くなってしまいますので。はい、そういうことですよね。こうな、あ、もちろんこっちからもこう来た、ね、こういうの葉っぱもあるんだよね。ね、例えばこういうの含めてこっちもう少し描いて、ね、絵を広げてみる。ね、この、ね、葉っぱなんかも非常にうまいし、もう僕がやってもこんな上手に描けないので。ですね、まあこちらもこうやってなんか、とにかく一個の花輪をもう少しこう強く見せるっていうね、そういうことをなさると、こう強弱がね、世の中に生まれてきていいんじゃないかなと思います。
か、もうちょっと明るくていいね。ここでね、ちょっとお知らせです。柴崎はね、チャンネルメンバーシップをやっております。メンバーに、ね、なっていただきますと、柴崎の作品の、ね、データを、ダウンロードできたりね、また、少人数の、ね、ライブ配信に参加できたり、もう特典盛りだくさんです。ご興味ある方はね、メンバーになるという、ね、ボタンをクリックしてみてください。ねえ、これのこう葉っぱのオーバーラップとか大変うまいですよね。まあ、よく考えてると思いますね。さあ、こんな風にしてですね、そうだ、花瓶のここに、こんなってんだね。こう花瓶のですね、やっぱり強弱をつけてあげるとかですね、から先ほどこう隠してみたりね、からはっきり全体が見えたりとかですね、はっきり見せるとこはやっぱ明度対比を強めるとこが重要ですよね。はい、このようにしてこうもう少しこうリズムが絵の中にある、それからこうね、立ち落として絵をあんまりこう小さくまとめすぎないようにですね、そうなさったらもう技術はもうすごくうまいんですから、もっともっと良くなると思います。はい、以上です。ということで、こういうとこですよね。ちょっと書きにくいな、もう少し。ちょっとこれで。もう少し。ですね。もう少し書いてみてくださいね。から、例えば、ですね、まあ、そんなことです。主役脇役ですね。そのためには大切なのは こういうところですよね。とにかく色の違いだけではまずいので。ここですね。明度対比が強くですね。からこう。本当にお上手だと思いますね。はい、以上の点です。はい、書き上がりました。もうとても上手だったんですね。もう何かこう丁寧にね、
綺麗に描き上げていて、素晴らしかったですよ。はい。ということで、ねえ、柴崎は、あなたからの作品をお待ちしてます。この動画のね、紹介欄に応募の URL を貼っておきますので、マロンちゃんの腕を貼っておきますので、そちらからお待ちしてますね。ということで、今ちょっとマロンちゃんがあっちでね、猫タワーで遊んでて、ね、大丈夫かな？はい。ね、今回も最後まで、長い時間見てくれて本当にありがとう。またお会いしましょうね。はい。それでは、マロンちゃんの、遊んでる音と共に、ね。はい。ではまたね。はい。ありがとう。